まあもちろんね、奥様もあの女優さんっていうね、いうこともあって、女優さん、まあ芸能人というね、こともあって、まあものすごい数の芸能人の方があのね、東京プリンスでやったわけですけども、で来たわけですよ。もう僕ね、一度にあんな大勢の芸能人の方を目にしたのは、もう後にも先にもあれが初めてだったんですけども、まあ豪華絢爛なね、方たちが集まってきたわけですよ。で僕らはもうその一応ね、日本代表というような形で、そのメンバーたちで、テーブルを与えられて座ってたんですけども、もう2時間、3時間ぐらいですかね、もう口開けたままキョロキョロもう周りをね、見てばっかりいたっていう記憶がございます。司会者ですね、そもそも司会が高田純次さんと、あの亡くなられた泉さんだったんですよ。でもう友人代表の挨拶がもうやれね、新助さんであったりだとか、貴乃花さんとかね、もういろいろなこうもう有名な方たちですよ。で奥様の方も、ね、南野陽子さんであったりだとか、牧瀬里穂さんだったりとか、まあまあまあテレビでしか見れないような方たちですよの挨拶がね、もうずっと続いて、で例えばビデオレターで、吉本の笑いの方が出てきたりとかね、グッチ雄三さんが出てきたりだとか、もうね、わけのわからない、空間になってたわけです。でね、僕ね、その中でも非常に強く覚えてるのがね、来というような形で来られてた方なんですけども、ひときわ大きなね、外人のね、方が来てらっしゃったんですよ。この人誰なんだろうと思ってね、見てたら、まあ、その方が紹介されたんですけども、でその方がね、なんかモハメド・アリっていたじゃないですか、あの、ね、ボクシングで、母さんボクシング好きなんですよ実は。でモハメド・アリの代理人をやってた方、まあ、プロモーターをしてた方なのかな、なんか分かんないですけども、っていうような方が、あの母さんの結婚式に来られてたんですよね。どんなつながりなのこれみたいな感じで、僕は見てたんですけども、まあ、日本の中のね、国内のそうそうたるあのお客さんの以外にも海外からもそういう方が来られてしまうっていうね、ああもうちょっとカズさんのスケールのデカさっていうかね、ちょっともうこっちが計算できてなかったなみたいな、感じのね、お客様も来てました。でお色直しをね、するわけですね。カズさんとリサ子さんがお色直しに入りますということで、一旦はけるわけですけども、その間ね、しばしご観覧くださいみたいなアナウンスがあった後にね、カズさんたちの座ってらっしゃった後ろの黒い幕がストーンと落ちて、そこから実は、ね、サザンオールスターズが出てきたっていうね、サザンオールスターズが生バンドで演奏したっていうね、エピソードがございました。いやもうちょっと僕はご祝儀包めばよかったなと思うんですけども、とんでもないね、結婚式だったんですよ。もう本当にね、ものすごいメンバーがあの方たちが集まってたんですね。でそんな中でもですよ、そんな中でも一応余興でそのヴェルディのね、チームメイトの方たちが、まあなんか裁判をね、モチーフにしたようなこう出し物をなさったんですよ。実はカズさんはこんな疑惑があるとか、ああいう疑惑があるみたいなことを、まあ面白おかしく言うわけですけども、でそういった出し物をしてたんですね。で裁判長を務めてたのがあのお祭り男藤吉さんだったんですけども、で最後判決を言い渡すっつって、あの場でですよ、あんなもう豪華なメンバーがいる中で藤吉さんケツ出しましたからね。いやもう本当にね、あんな中でもケツを出せるあの藤吉さんもすごかったし、やっぱりこうヴェルディ色っていうものがね、全然失われてなかったなっていう、あの結婚式の中でね、っていうのがね、非常に強くね、残っております。でこれね、ちょっと実は井原さんの時に、井原さんのね、会の時にちょっと言おうと思ってて忘れちゃったんですけども、ちょっとねカズさんのこの場を借りてお話しさせてもらいたいんですけども、実は井原さんの結婚式の時に、井原さんの結婚式の時も実はね、余興があって出し物があったんですけども、それをやってたのがアトランタの時のオリンピックに、ね、出てた川口能活とか、亡くなったね松田直樹とか、
まあ、僕の後輩の安永とか、まあ、彼らがね、あと遠藤ですか、遠藤くんのね、お兄さん、ガンバのね、遠藤くんのお兄さんなんかが、中心になって出し物したんですけども、あの川口義勝がですね、まあ、みんなでこのなんかチアガール、チアリーダーみたいな格好して出てきて、まあ、歌って踊ってみたいなことをするわけですけども、もちろん奥様の知り合いの方とかもいっぱいいたんで、あの女の子というかね、女性 の, あのお客さんもいっぱいいて、で彼はもうね、二の線で売ってたわけですよね。もう入ってきた時からスーパースターでしたから、ずっとこう二の線で売ってたにもかかわらず、あいつがね、その出し物の時にケツを出したんですよね。いや、僕ね、それ見た時にはこいつすごいなと思って、あ、こいつただもんじゃないなと思いましたね。あの、こういうこともできる川口義勝って僕すごいなと思って、あの後輩ながら本当にね、尊敬しましたね。ごめんなさい、ちょっと話がそれましたけども、まあ、そんなね、とんでもない、カズさんのね、結婚式にも、呼んでいただいたのがね、僕の一生の思い出として、残ってるわけですね。で、そのカズさんにはいろんなね、僕はためになる言葉であったり助言をいただいてるんですけども、で一つね、すごく印象に残ってることがあって、僕の清水商業の先輩で、江尻さんっていうね、去年までジェフの監督やってらっしゃった方がいるんですけども、江尻さんも一時期このチームに一緒に活動させていただいてた時期があって、どこだったかな、あれ、遠征かなんか行った時に、ちょっとカズさんと僕と江尻さんと、まあ、グラウンドの上だったんですけどもね、ちょっとこう雑談するような時間があったんですよ。でその時に江尻さんがね、まあ、非常にこう、なんていうのかな、お世辞も込めて僕に対してね、まあ、当時僕が一番年下でしたから、いいな、お前はまだこれから10年間日本代表としてな、頑張ってやっていけるわけだからいいよなっていうようなことを言ってくれたんですね。そしたらカズさんがね、すぐに僕に対して、いや、そんなことねえよって、絶対なんてねえからなって、その今は代表として選ばれてても3年後5年後どうなってるか分かんねえしなって、このプロの、ね、世界では絶対っていうことはないわけだからなっていうようなことを言ってくれたんですよね。で、まあ、その通りになってしまいましたけども、本当に僕はね、その後代表にねとはちょっと縁がない人生を送るわけですけども、本当にね、常にそういう危機感であったりとか、厳しいね、気持ちとかですね、そういうものを持ち続けながら、プレーしてたからこそ、いまだにね、選手としていられるのかなっていうふうにね、今思えばですけども、非常にね、ためになる言葉をね、言っていただきました。だからもう全てがね、もう絵になる方でしたから、もう本当にね、当時僕だけじゃなくて、もうカズさんを、ね、に憧れて、カズさんの、ね、プレーというものを参考にした方っていうのは非常に多かったんじゃないかなと思うんですね。で最後にね、僕がカズさんとのエピソードの中で非常に強く残っていることを一つご紹介して、終わりにさせてもらいたいと思うんですけども、実は僕はボクシングが好きで、まあ、カズさんもね、先ほど言いましたようにボクシングが非常に好きなんですね。で辰吉丈一郎さんっていうね、なにわの丈と言われたプロボクサーがねいました。90年代ね、本当に活躍したスーパースターだったんですけども、実は僕は辰吉さんと非常に仲が良かったんですね。まあ、またちょっと辰吉さんとのエピソードに関しましては、また別の機会にぜひご紹介させてもらいたいなと思うんですけども、非常に仲良くさせていただいてまして、もう家族ぐるみのお付き合いをさせてもらってたんですね。で皆さんも記憶に残ってると思うんですけども、世紀の一戦と言われたね、日本人対決、辰吉さんと薬師寺さんが戦った試合というものが、ございました。まあね、いろんな要素があったんですけども、まあ、結果から言いますと、まあ、辰吉さんが判定で敗れるとね、いう形になってしまったわけです。で僕はね、非常にもう仲が良かった、ね、仲を良くしていただいてたので、非常に僕はね、しばらくショックを受けてたね、ことも覚えてるんですけども、あの試合があった次の日だったかな、確か次の日だったと思うんですけども、カズさんからね、電話いただいたんですよ、僕の方に。で、まあ、カズさんもね、僕はあの試合は
名古屋の方で、現場で生で見てたんですけども、カズさんもテレビでね観戦してたらしいんですけども、あの次の日に電話かかってきましてね、僕当時ねカズさんにねバッチョって呼ばれてたんですよ。僕痩せてた時もうちょっとこうなんていうのかな、顔がハーフっぽい顔してたんで、ロベルト・バッチョじゃなくて昔ディノ・バッチョっていうディフェンスの選手がいたんですけども、イタリア代表のですね、その人に顔が結構似てたんですね。ですから僕ねバッチョバッチョって呼ばれてたんですよカズさんに。で実は電話かかってきて、バッチョ辰吉にね伝えてほしいことがあると。で何ですかって言ったら、まあ、僕はねぎらいの言葉をね伝えてくれって言われるのかなと思ってたんですけども、カズさんがね、やめるなと、とにかく選手を続けろっていうことをおっしゃったんですよ。なんかね、あの試合にもう当時辰吉さんっていうのはもう網膜剥離をね、を発症してて、なんか負けたら引退っていうようなね条件のもと、なんかこう試合が組まれてたっていうようなこともあったりして、まあ、もちろんあの試合で負けたらもうね引退というような形で、まあ、世論がね動いてたわけですけども、カズさんがねとにかくやめるなと、続けるんだっていうようなことをね伝えてくれと、お前だったらその世間は納得してくれるからと、やめちゃいけない、ね必ず選手を続けるんだっていうようなことを伝えてくれってね僕のところに電話かかってきたんですよ。でいや僕はそれ僕が伝えるよりもご連絡先を教えるんで母さん直接言っていただいたらどうですかってことを言ったんですけども、いやお前が伝えてくれと、俺からこういうメッセージを授かったからっていうふうにもうお前が伝えてくれればいいからと、いうようなことをね言ったんですよね。で僕はそのまま辰吉さんにそのねことを伝えて、とにかくやめるなと、どんなにね世間から何を言われようがとにかく続ける、自分が納得するまで続けろっていうようなことを母さんが言ってましたよっていうようなことを伝えたら非常に感激してましてね、まあ、その後ね、辰吉さんも今まだね選手として、やってるというような形ですし、その後またもう一度ね、世界チャンピオンに返り咲くという離れの寝技をね、やってのけるわけですけども、まあ、その裏にはね実はそのカズさんからのそういう言葉があったっていうのをね、おそらくこれ知ってる方はほとんどいらっしゃらない、もう僕と辰吉さんと、まあ、あとはもう辰吉さんの奥さんだったり家族しか知らないことなんですけども、実は当時そういうね、エピソードがありました。だから非常にね母さんも今まだ現役ですし、辰吉さんもまだ辰吉さんの中で納得できてない部分があっていろんなものを追いかけてるっていう部分でね、非常にこうやはりボクシングとサッカーの世界でカリスマと呼ばれるね2人にしかこう分かり合えない何かがあるんだろうなっていうふうにね、僕は非常にね当時の貴重なねエピソードとして、残っております。まあ、とにかくね、カズさんに関しましては、もう本当に語ったらね、1時間や2時間じゃ足りないぐらいエピソードっていうのはもう本当にたくさんあるんですけども、もうね、あまり長くなってもね、申し訳ないんで、この辺で終わりにしようかなと思うんですけども、まあとにかく今のね、J リーグがあるのも、やはり、カズさんのね、おかげかなっていうふうに僕はね、心から思います。まあ、あとどのぐらいね現役としてプレーできるかねなさるか分かりませんけども、まあとにかく一日も長くね元気な姿というのを皆さんに見せていただけるだけで、やはりもう皆さん満足なんじゃないかなというふうに思っております。もういつまでもキングのままでいていただけたらなというふうに思っております。恐縮ではございますが、私の方から、応援のメッセージとさせていただきます。